川口湖駅は山梨県南鶴郡富士川口湖町船津にある富士急行加高湖線の駅。駅番号は FJ18 同線の終点である。標高857メートル。島式ホーム2面3線の地上駅であり、ホーム西側に構内踏切がある。また、駅構内南側に多くの留置線が設置されている。 駅舎は2006年に建てられた木造の駅舎であり、高速バスの窓口、物産館、喫茶店が同居している。また、駅前広場には、富士急行の前身である、富士山独電機鉄道のも一系電車が、生体保存されている。また、留置線と駅構内を利用して、鉄道の日を記念し、毎年11月頃に、富士急電車祭りが開催される。また、 トイレとコインロッカーが改札外にある。発車メロディに文部省省下、富士の山が使用されている。2017年度の1日平均乗降人員は3033人である。富士山から信仰の対象と芸術の源泉が世界遺産に登録された2013年度以降、利用客数を大きく伸ばしている。富士急行線の駅では大月駅に次いで第2位である。 駅名の由来にもなった、川口湖秋田へ徒歩5分の場所にある。遊覧船乗り場や川口湖富士山、パノラマロープウェイも徒歩圏内にある。富士川口湖町の中心市街地に駅があり、富士川口湖町役場をはじめ山梨、県立富士川口湖高等学校や川口湖南、中学校組合率、川口湖南中学校、富士川口湖町立船津小学校といった学校や、 山梨赤十字病院、川口湖ショッピングセンターベル、川口湖、ステラシアターなどが徒歩圏内にある。宿泊施設は徒歩10分ほどの川口湖大橋の南岸にホテル街があるほか徒歩15分ほどの浅川地区に富士川口湖温泉郷がある。2013年に富士山とその周辺が世界遺産に登録されてからはインバウンド消費に対応するため新規開業や増設。 改装が相次いでおり、2019年に、加古湖南大橋南岸に、山梨県最大出数の東横院、富士川口湖大橋がオープンしている。駅前広場内にはスターミナルがあり、各方面に向かう高速バスや一般路線バスのほか、富士五湖周辺の観光地へ向かう周遊バスや富士、スバルライン五道名駅の登山バスが発着する。停留所名は高速バス、一般路線バスとも、 川口公駅となっている。駅舎内にある高速バス窓口にて、乗車券の購入等が可能である。専用の待合所は設けられていないが、駅舎内には、冷暖房完備の待合所、トイレがある。発着の際には高速バス窓口より、係員による案内放送が行われる。高速バス窓口の隣にも窓口があり、路線バスの総合案内や特急バスの予約受付、 フリー乗車券の販売場所となっている。新富士駅、甲府駅、御殿場駅港等の長距離路線や富士スバルライン5合目行きのバスの発着時には高速バスと同様に係員による案内放送が実施されており、利用に不慣れな観光客をサポートしている。中央線快速電車で使用される豊田車両センター所属の E233 軽電車が 定期列車で運転される駅としては最も西の駅にあたる。漫画、テレビアニメ、山の進めないで富士急行線を利用する場面があることから本作と富士急行でタイアップキャンペーンが実施されていた。その一環として2014年8月8日から12月28日の間記念撮影用のフォトスポットが設置されていた。 富士急行川口湖線普通富士急ハイランド駅、川口湖駅。ありがとうございます。